い、本日ですね、こちら史上最強のフリースが出ましたのでご紹介していきたいなと思います。ということで、これ以上のフリースっていうのはこの世の中に存在してません。それぐらいスペックの高いフリースっていうのを見つけてしまいました。これもしかしたら去年から出てたかもしれないんですけども、まあ知らん人もいてるじゃないですか。だから行きたいなと思うんですけど、まずブランドからいきます。ちょっと逃げんといてくださいね。これモンベルでございます。モンベルか、よし閉じよう。ちょっと待ってくださいね。モンベルの人ね、相当失礼なこと言ってますけども、なんとなくのイメージですよ。僕が言ってるわけじゃなくて、あのモンベルの候補さん聞いてたら僕が言ってるわけじゃないんですけど、なんとなくのイメージで、モンベルって登山だよねとかっていう感じのイメージ、あとなんかモンベルってなんかちょっと私服っぽくないよねみたいな言うてる人がいてたんですよ。でもちょっとこれに関しては広告出して歌っていかんとあかんぐらいスペック相当高いじゃないですかっていうことなんで、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。こちらですね、クリマエアリバーシブルジャケットっていうのになってまして、ちょっと気をつけてほしいのが、クリマエアジャケットっていうのはあるんですよ、また別で。じゃなくて、クリマエアリバーシブルジャケットっていうのがこれの正式名称になってて、僕がサイズがね、身長178センチで、ジョニー・デップと同じ身長で、サイズが L で着用しております。まあ、普段の日本とあんま変わらんぐらいで問題ないかなと思うんですけど、その、わかります？リバーシブル、そんなこといらんって、僕も全く分かんないです。はどうでもええやん。そんな俺の好き勝手に着させろ。前が着るか後ろが着るか、そんなものは俺が決めるし、俺の人生は俺が決めていくんやって思うじゃないですか。それは分かってるんですよ。でそんなことで、よくリバーシブル詐欺っていうのがあるんですね。リバーシブル、買い物とか行った時に、あ、表と裏は両方で着れますっていう最後の店員さんの一言で、じゃあ買いますかって、ほんまにリバーシブルって着てますかって言われたら、確かにそうやなっていう時あるじゃないですか。だからリバーシブルにする時って、どっちか思いっきり柄とかにしやんと、こうインナーでチラッと見えたらこうリバーシブルの意味あるけども、何にも言えなかったら、これね、表これ裏これリバーシブルって言ってもどっち使っても一緒やんって思うじゃないですか。実は違うんですよ。この表の方を見てもらったら、これ表か裏か分からないけど、まずフリースの方を見てください。でこのフリースの方っていうのが、まあ、割かしこう毛足のミドルぐらいの毛足ですかね。こう非常に長いっていう感じじゃないけど、割と長めな感じのフリース、ノースレスといったらデナリジャケットよりは少し長いかなっていうような感じなんですけど、これがね、実はねストレッチ性があって動きやすいんですよね。でこれがモンベルから出てるクリマエアっていう素材、まあ、フリースの名前なんですよ。だからクリマエアって何っていうと、このフリースの名前のことをクリマエアって言ってて、普通フリースってまあ通気性いいじゃないですか。でそれはもちろんこれもやってますと、通気性いいです。プラスアルファこのストレッチも効いてますよっていうことなんで、そうなんやってことなんですけど、ただこれちょっと騙されんといてください。これ正直なところから僕言いますけども、フリースって編地なんですよ。だから全部ストレッチあるんですよ。特にこれやからあるっていうこともないかなって僕は個人的なもので、ここに関してはちょっと騙されんといてくださいと。特にこれはリバーシブルのデメリットも後半出てくるんですよ。リバーシブルであるデメリットっていうのがこのフリースに来ちゃってるっていうのもありますので、スペックだけで考えたら相当高いですよ。だけどそういうところもありますので、まずクリマエアのフリースが使われてるよと。毛足的には全然、僕個人的にはですよ、ノースフェイスのデナリより全然上だけど、値段が 19,800 円なんですよ。だからデナリより安いんですよ。デナリジャケットが 22,000 円ぐらいかな。だからデナリより安くて、もう片面もある。あ、じゃあいいやん。もうこの段階でデナリ買ってるんですよ。いやそんなもんじゃないですよ。いやそれだけ伝えたくてこの動画撮ってるんやったら、もう僕そんな YouTube やめますよ。嘘です、やらしてほしいんやけども、裏地がねとにかくすごいんですよ。でこれ裏地が何なんかっていうと、これひっくり返すでしょ。ひっくり返した時っていうのが、何を使われてるんですかっていうと、皆さん見覚えありません？このタグなんか見覚えあるよね。あー知ってるってことで、ゴア社のウィンドストッパーを使われてるんですよ。でゴアテックスが採用されてるんですね。確かにフリースでゴアテックス使ってるやつあったかな、いろいろ考えるじゃないですか。ないんですよ。そんなフリースって世の中に存在してないって僕は思ってたけど、あったんですよね。すごいやんと。フリースでゴアテックスで、しかも暴風防水になってるじゃないですか。でもこれ完全防水ではないけども、まあ雨風はもちろん普通のフリースに比べたらとんでもないぐらい性能高いんですね。ここで似てるなっていうのが、大学生カップルの飛び道具とかも言われる、このレトロ X ですね。パタゴニアのレトロ X ってお前大学生の飛び道具かっていうぐらいみんなお揃いで着てるじゃないですか。でこれって暴風なんですよね。フリースやのに風通さないの、通気性がいいって言ってて、寒いっていうところがデメリットだったのをやらないのっていうところがすごいんですよっていうのを僕も2週間前まで言ってました。ただこれを知ってからは話が変わります。っていうのもなんでかっていうと、これはフィルムを貼ってるだけなんですよ。だから裏地が別に暴風なわけではないんですよ。裏地は全然普通の生地、この裏地の青いやつと紫の間にフィルムが入ってるんですね。だから暴風なってるんですよ。裏は濡れるし外も濡れるんですよ。でもこっちに関してはこのゴアテックスの生地が採用されてるから、もちろん暴風なのは当然、さらにいて多少の小雨とかやったら全然弾いてくれますよっていうところが、このゴアテックスウィンドストッパーを採用しているすごいところなんですよ。だからね、それを 19,800 円にするんですよ。ちょっと考えてください。このゴアテックスのウィンドストッパーのみのジャケットやと 19,800 円安いじゃないですか。
思いません？あ、確かに確かに。ゴアテックスのジャケットって大体4万とかするよね。そうなんですよ。だからこの時点でもう買ったも同然なんですよ。もうこれで価値確なんですよ。ワンチャン裏側もつけますよって、そこまでしていいんですかって、こうジャパネット方式みたいになってるんですよ。この表の時点で買ってますよと、あ、ご安心ください。ただ裏もあるんですよっていう話になってきて、でこの両サイド使えるジャケットにしては異例の軽さなんですよね。でリバーシブルのやつっていうのは、まあこういうファスナーがこう両サイドにくるんって回るタイプにしてるから、こっちが表の時はこっち、裏がこっちの時はこうっていう風にできるんですけど、まあちゃんと止水ファスナーも使われてますわ。こう締めると止水でね、水が入ってこないようにもなってる。だけどそれ以外の部分っていうのを余計なとこ省いてるから軽く仕上がってるんですよ。で何グラムなんかっていうと、これがなんとね497なんですよ。でこれどれぐらいすごいかというと、ペットボトルの 500ml より軽いわけなんですね。でちょっとピンとこわへんという人もいてるでしょ。でそのピンとこわへん人からしたら、このノースウェースのジャケット、ダウンジャケット、確かにこれ軽いですよね、有名ですよね、軽いって。これで 700g なんですよ。でこれ2着分で497、めちゃくちゃ軽いやん、わかるじゃないですか。そうなんですよ、めちゃくちゃ軽いんですよ。でこのめちゃくちゃ軽いところが何がいいかというと、着てても着てる感じがないし、さらにこっからレイヤリングしていきますと、重ね着しようやってなった時に軽い上から羽織れるから着てても疲れないんですよね。ただレトロ X を真ん中の中間着にできますか？あなたそこまで言うとやってくださいよ。レトロ X が好きで彼女と今度紅葉を見に行くか知らんけども、それがレトロ X で中間着にできるって言うだけでやってくださいよ。できんじゃないですか。でなった時に、ちょっともう僕らおじさんは彼女と紅葉行く時代は終わったと。やけどもクリマエアリバーシブルジャケットによって青春を取り戻そうじゃないか、そういうようなジャケットになってるわけなんですよ。で重ね着できたでしょ。でそれでいて 500g っていうところなんで、これ何がいいって後でも言おうと思ってたけど、旅行に持っていけるんですよ。旅行の時って皆さん両方持っていかなきゃじゃないですか。寒い時はフリース1着、そして防風のジャケット1着、両方持っていかなあかんけど、これ1着持ってったらもうしまいなんですよ。あらまあそんな便利なことあったんです。そうなんですよ、あらまあそんな便利なことあったんですよ。ただ絶対デメリットあるでしょ。分かった、家で取り扱いできんねや、思うじゃないですか。できるんですよ。洗濯表示こっちも出してますけども、まあ、見てもらったら分かる通り30度以上以下の水温温度の洗濯やってくださいとかっていう表記はあるんですけども、普通に洗濯機回します。でえそうなん、じゃあ悪いとこないやん、タクゾーこれもう完璧やんっていうところで、まあいつも通りデメリットに入るわけなんですけど、分かった、デメリットはどうせモンベルがダサいとかそんなこと言うんでしょうよ。いやそんな失礼なこと言いません。辰巳社長の本も読ませていただきました。素晴らしいいろんな経歴があって今ここにいてるんだと。辰巳社長本当に尊敬しております。でも僕案件の方は受けさせていただきたいなと思ってますので、メールアドレスの方よろしくお願いしますということなんですけども、まあ、デメリット何なんかっていうと、フリースのストレッチ性っていうのが全くないんですよ。どういうことどういうことと、さっきストレッチ性あるっていう話したやん。そうなんですけど、フリースのストレッチ性を生かそうと思うと、このウィンドストッパーの方が生地を邪魔してるって言いたいところやったんですけど、伸びました。これも伸びたんで、これにもねストレッチが多少は入ってると思います。まあ、ただこのフリースのストレッチ性、動きやすさっていうのを 100% 受けたいのであれば、クリーマエアジャケットを選ぶべきなんですよ。裏地がつくことによって引っかかるんですよね、多少は。だからフリース 100%、 要は表地も裏地もフリースだよってなった場合は、多分すごい着心地がいいと思うんですけど、そういう部分で少し、まあ、表地の特徴であったストレッチ性っていうのが多少失われてる。だからすごいストレッチ性が他のフリースよりあるって想像しちゃうと、そこまでじゃない。で説明欄、商品説明文にはそういう風に書いてあるけども、実際もねそうじゃないやろうなと思ったら、やっぱりそうではないっていう感じなんで、まあ、そこは気をつけていただきたいなという風に思いますということなんですけども、じゃあどういうシーンでこれがいいのかっていうことなんですけど、まあこれ見てもらったら分かる通り、普通に普通に普通で使えますよね。これカーゴパンツ履いて中白って生きて上羽織りました。でちょっと犬の散歩してくるっていう時なんかは、こういう防風の方を表にしてあげたら、裏側にこのモコモコのフリースがこう肌の方に来るわけじゃないですか。暖かくこうファーッといけてくるわけやし、ちょっとこれじゃスポーティーすぎて味気ないと、ちょっと奥さんとカフェ行くって時なんかは、まあ、女性って大体フリース好きじゃないですか。フリース着てる男の人なんか好きなイメージ僕はあるんやけども、そういう時なんかはこっちのフリース側に仕上げると、一気にこうカフェスタイルっていうかね、まあ、このまま一緒にカフェドライブしてカフェ行くみたいなスタイルにもなるじゃないですか。その最中とか道中とかにちょっと奥さんが寒いしたら、あこれ貸したるわっていうのももちろんできる。そしたら恋愛時代の2人の関係にまた一瞬戻れるかもしれんし、お腹ポリポリかいてテレビ見ながらポテチ食ってるような今の奥さんではなくて、過去に綺麗で可愛らしくて素直やった奥さんに戻る可能性もあるっていうところやし、それで言ったら旅行の時とかなんかには、空港に行くまでとかやったら電車とか寒いじゃないですか。風とか乗り換えの時とかって風が寒いから、この暴風の方を外にしてこうやってキャリーケース持ってゴロ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 行きますと、そしたら飛行機の中に入った時、次飛行機は機内が寒いんですよね。
で、そうなった場合とかっていうのは逆にこのフリースの方をね外にして着てあげるっていう着方も全然できるので、まあ、こうやって着ると、まあ、そのシーンによって変えれるんじゃないかと。でもうこれが多分最大のメリットになってくるおすすめになるんかなと思うんですけど、何なんかっていうとフリースってねどうしても期間が限られてるんですよ。めちゃくちゃヘビーローテーションできるから10、11、12って毎日着れるんですけども、その代わり2月3月になった時にフリースって着づらいんですよね。でその時に分かりますよね、もうここまで言ってきたら何を言いたいか分かりますよね。2月3月になった時はブルゾンとして着るんですよ。だからゴアテックスのウィンドストッパーブルゾンとして着ちゃうと、これやったら2月3月に着ても何にも問題ないんですよ。ってなった時に着れるシーズン長い、着るシーンも広いで取り扱いが楽ってなった時に、今これ以上のフリースってあるんかなっていうところに落ち着いたわけなんですよ。だから僕の分析官のネタの方からこれ絶対買ってくださいと。で確かに僕も見た時にこれは喋れること多いなと思ったんで、まあ、購入させていただいたということになっています。ただ、まあ、カラーが、まあ、好き勝手があると思うので、今回黒の場合は黒黒なんですけど、他のカラーに関しては表と裏の色が若干違うかったりするので、まあ、それはサイト、まあ、下載せてると思うので、そこから見てもらって、あこんな感じやっていうのが見てもらえたらなというふうに思っておりますと。ということでね、まあ、今回モンベルを久々に購入させてもらって紹介させてもらったんですけど、僕もほんまにいいなと思う時なんかはほんまにいいって言うし、微妙な時はとは言いながら正直微妙ですねっていうのも言いますし、正直微妙やと思うから買ってないともいっぱいあるんですよ。だからもちろんモンベルがいいのも知ってるし、素晴らしいコスパのいいアイテムがあんのも知ってるけど、それ別に必要ないよねっていうのは、いくら安くても買う必要ないなと思ってるから僕は買わないんですけど、まあ、これなんかは僕の視聴者さんの中でも結構こういう旅で使うとか、あと着れるシーズンが長いものがいいとかっていう人も多いので、まあ、そういう方には刺さるんじゃないかなということで、今回ご紹介させていただいたっていうのがモンベルのこちらクリマイヤーリバーシブルジャケットということになっておりました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。